大西沙織です。よろずやです。高西也です。第95回目です。みんな、ここからうちらがベラベラ喋ると思うでしょ。んでも、今夜は特別企画、高西也傑作選の第2弾をお届けします。今年最初の配信で第1弾をやったんですが、中身が濃すぎて第1回から第16回までで時間がいっぱいになっちゃいました。今夜はその続き、第17回からの名場面、迷う場面ですね。どうして名場面をギュギュッと詰め込んだ第2弾を作りました。大橋さんが、すごい、大橋さんありがとうね。ありがとうございます。いや、見どころ満載ですので、じっくりご覧ください。それではどうぞ。さっき楽屋に落ちてたからポテチ食べたな。落ちてたもんな。落ちてた なんか端にあったテーブルの上に落ちてたよ。うん、ちょっとバーって開けてね、拾って食べた。拾って食べた。美味しかったよ。美味しかったね。なんでもお腹空いてんですよ、この時間ね。そうなの。私あとなんかエヴァンゲリオンの VR みたいなのやったのね。もうまずエヴァに行くときに、なんか水みたいなのがなんかブブ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 みたいななるの。私エヴァ見たことないんだけど。見たことないの？ないよ。なんかマジでエヴァに乗ること自体がもう精神的に無理すぎて怖いじゃん。だって私水超苦手なのね。シンジ君だって怖いけど。でしょ、逃げちゃダメだ逃げちゃダメだって。私はもう逃げた。私はもう視界をもう目をつぶって分かんないようにしてこうやって操作したの。役に立たないじゃん。そうだよ。だからすぐなんかやられたもん。やだ、あんたバカ。だからあんたバカ出ちゃった。ちょっと私の中の DNA が信じたアスカでお送りしています。どうも。やれるとこまでやろ。やる、やれるとこまでね。やれるとこまででいいけど、とりあえず箱は100個開ける。オッケーオッケー、うん、よし、100個開けます。決まり、自治会。決まった。自治会目標は金のエンゼル1枚、はい、銀のエンゼル5枚とします。あえー、付け加えた。やるならとことん。そうやな、両方欲しいです。イエスイエス。会員になると、この後23時からアップする番組のアフタートークや全巻の回、100円うわあ、来た来た、くそー、ここまでうまくいってたのに。お腹すいたブー、食べな。あ、ごちそうさまでブー。300円入ってるよ今多分。まだまだですな。そう、よし、じゃあ続きからね。はい、番組にプラスされる夢ある話ですよ。だってそれが先に進んだらさ、どの稲を買うとかの話になってくるよ。すごい、やっぱブランド品種によったら値段変わってくるから。ブランドって軽々しく栽培していいものはダメだと思う。だから高西屋ブランド立ち上げよう。すごいじゃん、品種をもう作っちゃう。うちらは農家の人たちがさ、日々さ、こんなうちらがペチャクチャ喋ってる間にも研究してるようなことをさ、やっちゃおうよって言って、どんだけ舐めてんだって話なんだけど、夢だけ見させてよ、お願いお願い。そうなのよ、そうなのよ。言うのはただなの。うちの魂、ドクドクガス、ラッドクドク。うちの心臓はあんたの右肩に移植したから。右肩に、脈打つ右肩。あ、まあ頑張りましょうね、どんなイベントのか。でも消費税かかってんでしょ。 10% ね。やばくない。あ、でも100円未満だったらかかんないもんね。かかんの。え？ 11円。え、11円になんの？そんな世界になっちまったの？いつの間にか俺らの知らないところで世界は進んでたんだよ。スタバだけじゃないよね。スタバだけじゃないんだ。そうだよ。
ちょっとスタバしか行かないから。わかる。ややこいやん。ややこいよね。でもあれさ、むずくない？ややこしいやー。やっぱ外に行く。ややこしい。なになに？いや、なんか外に。マジで超いいサックスを買ってもらったのも、うん、ヤマハとかじゃなくてセルマーっていうブランドがあるんだけど、うん、もうそこそうセルマーはもうサックスはセルマーがいいよみたいなブランドなんだけど、うん、そこで買ってもらったので、うん、吹奏楽やってたから、うん、で大学でなんか幽霊若干幽霊部員みたいなジャズ研みたいなとこに入ったんだけど、うん、なんか大学とかのさなんか行動の机って斜めになってんの、うん、若干、ね、勉強しやすいように、うん、でそこにトイレ行きたくてサックスボンって置いたのね。帰ってきたら全部落ちてたの。え？あ、落ちて斜めになっちゃった。えってなって、でなんか部員もさそこにいんのにさ大丈夫とかじゃなくて普通にパラパラパラおいみたいな、なんか落ちたらなんかあんだろみたいな、落ちたよとかさなんか報告しろよって思ったんだけど、なんか無関心みんな。私が怖い一人でただただ震えながらこうセルマーのサックスを抱き上げてはーってなって、でなんかこう見た感じは大丈夫だったのよ、うん、いけると思って吹いたら、うん、1個だけなんか木がグニャってなんか変になって、なんかその日から通わなくなった。やばスイートコーンどれ真ん中らへん、あ、弾いてる、あれじゃない、コーンだよえ、トウモロコシってことでしょ。今めちゃめちゃバカの会話しちゃった今スイートコーンって何？コーンだよやば、で、予算は、あんた予算出す力すごいね。すごいですよ、すごい私の年で今出てるからね。すごいじゃん。疲れるんだよな。 ありがとう先生、いつもドゥドゥン、チョコレートボール開けぞそれで前回設定した目標を改めて確認させていただくんですけど、うん、はい、金1枚、はい、銀5枚です銀のエーテル、オッケー、あ、銀のエンゼル、わーわえ、これで銀と銀が出ればあ、銀のエンゼル、え、すごい、あと1枚、あと1枚、すごい、これで本当の最後、せーの、はい、やっぱさ、こういう時は持ってないのよいつも直前に出るんだから。高西 A4 ステッカーがセカンドショット通販で発売中。ステッカーは購入1枚ごとに番組予算がプラス50円となっております。はいはい、え、矢が抜けた、矢が抜けた何？高西 A4 ステッカー、高西 A4 ステッカーになった、これはどうなんですか、はいはいはい、どうなんですかちょっと審議審議、はいはい、裁判長噛んだら100円という法律を決めました。でも誤字脱字で100円という、そんなでも再びやり直さなきゃいけない、こう声優の世界ではね、こう文字抜けてましたよ、再びやり直さなきゃいけないっていうリテイクの部類に入るわけじゃないですか、うん、じゃあリテイクすればいいですね、はいリテイクしたー収まってない、収まってない、画面に、画面になって収まるかよ私も出てやるほらここにこれでいいじゃん、これで人間糖分を取りすぎるとこうなりますあ、ちょっと全部映さないでよすっげえ、あんたあられもない姿映ってるわよやだやだ、皆さんこんばんは、大西沙織です。今日はチョコボールを食べる ASMR をしたいと思います。どう？ぽいぽい？いやいや、すごいよ。大橋さん、けしちゃった。大橋さんがなかなかおーっていうことない。4年に1回しか年取らないって
どういうこと？どうなるの？29は4年に1回しかないの？なんで？知らない。あ、待って待って、書いてある書いてある、やばいやばい。だからうるう年もずっとずっと28ばっかりで続けて、うるう年なくしてやってると、春来たって思ったら、あれまだ寒いよっていうのが、大げさに言うと来るってことだよ。糖分を取ったはずなのに頭が全く回ってないの、大丈夫ですかって。妹子いいじゃん、妹子、私妹子っていうさ、なんで妹子にしたんだろうって、親に聞きたいよ。あ、妹子だったらね。妹子だったら。でも多分疑問抱かなかったでしょ、その時代だったら。妹子って、私は妹子ってなってたよ。男だけどね、妹子。え、男なの？最初。え、小野の妹子？そうだよ。男なの？男だよ。騙しやがったのね。騙してないよ。妹子。妹子だってまさかね、時を経て大西に勘違いされると思ってないから。ゴージャスおじさんから、なんかメッセージが。過去からのメッセージ。読んで。つい先日はありがとうございました、無礼なこととか言って申し訳なかったです。好きだからこそなんです、海賊より。え？え？絶対最初の最後の3つ目はの文はリカコ。え？全部ゴージャスさんが書いたの？え？わかった。縦読みだ、今流行りの。うわ、最悪だ。大西最下位らしいよ。え、何が？女として見るランキング。別にいいしね。別にいいし。私も下の方って言われたもん。本当？なんかもうその順番つけてる感じが海賊って感じ。俺の一番目の女、イエーみたいな。やめとこやめとこ、潰されないよね、私たちは。いや、逆に潰す。お財布の中に90円しかなかった。どうしたの？社長がくれた。おい、そうやな。おい、違う、逮捕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 じゃない、違う、聞いて、90円を社長に渡して100円をもらった。だから10円だけ、次110円入れるから、もし噛んだら。そう、10円は社長に返すな。あ、そっか。ポッポテンさん、ありがとうございます。高見直西は、はい、いや違うよ、違う、ちょっと一回聞いて。じゃあ一回聞いて、分かった。100円ないから。いや、あるよ。あ、ないこれ100円あるでしょ。1000円ある。了解してあげる。なんやねん。じゃあ後でね。2000、え、ちょっと待って、ね、交渉しなきゃ。え、何？10本買うから安くしてもらっていいですか？あ、そうですよ。え、もうすでに10本で安く買った。だって湯沢屋で買ったら1枚で買えるっしょ。確かに。そこを私たちは、だって卸売の卸売のってことでしょ。じゃあ交渉していいってことですよね。安くしてほしいよな。ね、いや、これ両方合わせて2000円。何、大橋さんが何か言ってる。こっち損しかないじゃん、だって。これを勝手に買ってきた。確かにな。知らないね。これ全部合わせて2000円。お、で、どう？全部買います。全部買うから、お願い。おー、イエーイ。ねぎるのうまいおばさん。これ何？あ、東京が1位、神奈川ほら2位だもん。3位どこ？あ、大阪だ。じゃあやっぱむしろ東京、神奈川、大阪じゃん。
じゃあってことでいいですか、高西屋的には。やばい、めちゃめちゃバッシングされるよ大阪の人からまずすごい言われるよ、うん、ね、舐めて、舐めとんのやないでって。でも今ので、今のでやばいわ今のでやばいわもうボコボコ、この部屋を出た瞬間にボコボコされるかもちゃんと危険よ、ここから出てダメよ、怖い、一生ここに住む。でもポケットに入れないから多分鼻かんで床になんか捨てたかなんかのティッシュのえ、ゴミ箱ないの？あるよあるけど、うん、何、洗面所のとこにはない。え、床に捨てんの？だからただ一時しのぎでブーってやって取って捨てたの。いや、マジで無理、マジで無理。なんでよ、あるでしょ。ないよ、絶対ない。でもめっちゃ綺麗好きなんだった、そういえば。だってさ、もうさ、鼻かんだティッシュをまず床に捨てるのもありえないしさ、うん、じゃあゴミ箱ないならなんかリビングとかのゴミ箱に持っていこうってなるやん。でも急いで生活してるから床には捨てないやんいやだってせめてこうやってさ、机の端に置いとくみたいなさ、うん、だそんな、なんか見えてるもん、見えてこうなんか汚いなって思うじゃん下はそんな見ないから。めっちゃ目悪いじゃんもうそんなことないけど、うん、多分ある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 って言ってる。絶対ないってコメントもさすがに。いや、男の人なんて絶対そういうことしてるでしょ。いや、ある人もさすがにこれはちょっと常識がないかもしれないと思って、ここである人もないって言ってるよ多分嘘つくなみんな私見たのよ、はい、タイムシフトで、うん、みんなのコメントどうだった。これじゃないってなんでだよ。いや結構無理してやってたからね。無理したよ、ね、え、本当に進路を立たったわ。まずみんなその 前回の回で、うん、なんか高西屋がまたミナサオランドになるのかみたいな、あ、そう、ね、なったんだけど、一応ちゃんと、うんうん、なんかランド開園しませんみたいな、あ、期待させちゃ悪いからって書いてたんだけど、うんうん、みんなそれ見えてなくて、やっぱもうちょっと信者だから、うんうん、ミナプーランドのね、一回行っちゃったからね。そう、恋は盲目すぎて、うん、見えてなくて。だってミナプーランドじゃない、ミナサオランドだ一人で頑張れ、一人で頑張れないまあなんかそれで、そう、先週、うん、なんかランド開園すんのかみたいな、うん、ワクワクみたいなったのに、うんうんうん、パキパキ進む高西屋だったからこれじゃない、僕たちが望んだのはこれじゃない何なの？なってた。もう10人を満足させることにこんなにもね、あのね、うん、無理よ、みんながみんな満足するのは無理。そうね、10人トイレだからね、うん、昨日放送の青春アクティブさんで、うんうん、なんかこう、いや違う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 、えじゃなくてえ友達だもん、戦争だっていう、違う友達、違う違う、えいや友達だって言うんだったらちょっとこれ脱いでもらっていいですか、うん、友達だから。いや違うんですよ、この私たちが使ってるジャージーは、うんうん、かわいいよねこれ、落ちてた、アクティブ、あ、そう、まあ落ちてたは落ちてたんだけど、うん、なんかアクティブさん的には、うん、うちらの学校のジャージなんだけど勝手に使うんじゃねえよピアみたいな感じになってるらしくて、うん、仲良くするんだったらこれ一回抜いてもらっていいですかこれ私のジャージだもん、これも私のジャージなんだよ、うん、落ちててそれ拾ったら自分のものになるやん、うん、そうそうだよね、もうこれうちらのジャージだよ。そう、いや一回ね交番届けたんだけど、うん、ちょっとなんかいなかったね、いませんってなったから今現在履いているという状況なんですよね。そう、しかも言っていい、はい、うちらが一番似合うよね。確かに待って、着てるの見たことないけど、うちらが一番似合ってる、うちらが一番似合ってるから。アクティブこそこれ使ってたから勝手に。そうらしいね。これをさ、これだってこれ結構高かったよね。これ高かった。1個1000円ぐらい。うちらの有り金全部はたいた気がするもん。そうだよ。その当時は貧乏だったからさ。貧乏だから。これを買うかどうか悩んだ悩んだ。悩んだ。これをでも、うん、勝手に使ってた。アクティブに言いたい。うん、これに座んない100円よこしな。確かに。ここ募金してくれたのよ。使用料。ここの上にこうやって置いとけばいいんじゃないこれ使うんだよ、いいやん、ね、僕に餌くれぶって、ね、あ、いいやん、いいやん、じゃ次からそうしましょうか。そうしよう、そうしよう、うん、このセカンドショットからお金を儲けることを始める確かにね、
外から始めようとするから難しいの。お金が貯まんないと何もできない。東大元暮らしでもここから儲けましょう。だってここに通ってる子みんなお金持ってるもん。素晴らしい。よろしくお願いします。見てください。わかりました。わかりました。気持ちが上がってるね。カメラマン泣かせ。いや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 。やめたげな。はい。なぜチョコエッグを20個あげたかったのか、はい、大西から説明がありますので皆様お聞きください。まず今回購入したこのチョコエッグ、皆さん見ていただけますでしょうか。かっこ動物の森と書かれています。もう少し高く上げてください。動物の森と書かれております。こちらですね、ただいまチョコエッグさんが動物の森とコラボしていてですね、なんと18種類プラス2種類のシークレット、計20種類の玩具が入っているんです。ランダムで。どうして今じゃなくちゃいけなかったんですか。3月20日に新しい動物の森が発売される、その前に動物の森のみんなを集めようという私の熱い思いから始まった企画でございます。動物を集めるなんておかしいだろう。任天堂に言え。最初からそういうコンセプトだろう。他の YouTuber さんでフータ出てない人いなそうじゃない。みんなフータは出てそうじゃない。え、交換しようよ。なんかえ、私もそれ思う。フリマフリマ希望希望電車男思い出したわ。交換希望ぬ、うん、詳細希望ぬだね。詳細希望ぬ。そう、サニーゴはポケモン何でな、何の登場人物なの。はい、金銀やってます。やってんのに覚えてないんかい。覚えてないよ、サニーゴなんて。本当にそんなすぐポケモンのカセット出てくるのすごくない。大橋さんよりおじさんの方が確かな情報を持ってそうだけどね。サニーゴは何で出てくるんですか。あ、金銀両者回答がいい。すぐ急に自信持ったもん。見てみたい。金銀じゃないかな。金銀みたいになってたのに、今もう人の確証を得たらもううらーですよね。やばいな。なんやねん、中学生みたいだったな。うん、皆さん何か変化お気づきでしょうか。ええ気づいていない。え、みんなここだよ、ここ。僕だよ、僕だよ、僕が違うんだよ。見てください。誰、もう色が変わりました。おお、腹話術の練習してるの。すごい。はい、見て、違和感すごいね。なんか違う。なんかさ、なんでだろうね。わかんない。サッカーの試合さ、体育でやるときさ、なんか ギップスみたいなの着なかった。ギブス、え、着たよね、体育着ましたよね。ほらほらほら、ギブス着たの。なんだっけ、ギブスだ、ギプスだ、ギブスですよね、ほら。ギブス、ほら。今の二人だろ。今の二人がもうギブスですよね。ギブス、ギブスみたいなね。ロロつって今大橋さんの別バージョンよ。なんかもう間違った情報で自分強くなっちゃったタイプね。一番やっちゃいけない。一番恥ずかしいんだから。ネットだってそうよ。みんななんか間違った情報を拡散して、あいつもそう言ってたからって言って、もう絶対そうだ、正義だってなって、すぐみんなさ、うわって盛り上がっちゃうけど、でも違いますってなった瞬間、ね、ちゃんと確認しな。本当に違いますってなったら、もうすぐ手のひら返して、そうだと思ってましたみたいな、違うと思ってましたって言うじゃん。差し込めてたんすよ。そういうとこよ、本当気をつけ。ビブスでした。ホワイトデーってご存知？ねえ、男性しかいないけどご存知？あなたたちホワイトデーご存知ない。すっとボケ。うわあらららららら、ちょっと教えて差し上げて。はい、2月14日バレンタインデー、yeah. に
チョコをもらったものが3月14日お相手に相手にお返しするっていう、どんな気持ちでもお返しするっていう、うん、そういう日なんだろうね。お菓子とかじゃなくても別にいいのね。お菓子じゃなくてもいいの、全然大丈夫。でもご存知なかった。あーすごいびっくり。うちらの兆候が、怖い、死ぬかと思った。待って、なんか会議始めちゃったわ。急に会議、ふうたが会議始めちゃった。こいつはとっと頭おかしいことやっちゃいましたよって。僕たちが止めないと。ほうほうって来なくていい、来なくていい。いやでも本当教えてほしいよ、うちら何してったらいいのか。ねえ、とんでもなくおひねりをもらえるはずですだって。え？何？今わかんないよね。おひねり。いただきます。え、おひねりをもらえるはずです。今噛んだよ。みんな。だからもうチョコボールおじさんが言ってた。噛んだよって。噛みました。噛んだよって。噛みました。噛みました。何度確認したって噛んでんのよ。噛んだみたいです。リプレイ映像がこちらです。とんでもなくおひねりをもらえるはずですだって。もらえるはずですだって。もらえるはずですだって。はい、ということで。わかんでないわ。わかんでない。わかんでない。今の話誰か私のお財布持ってきて。先日、あ、違う、あ、これなんて読むの、生姜、生麦です、生麦。え、そのまま、うん、私はもうだって1個あるもん、モノマネできるもん。やめな。え？それはやめな。なんで封印されんの、私のお箱を封印しようとしてるの。モノマネ簡単。タラちゃんです。あ、すごい。ママー、タチョ兄ちゃんです。パンマン。あ全然わかんないし、似てない上に名前なんでちゃんと言わないの。あ、イマジネーション。やばいよ、やばい、消される。うそ。イマジネーション消されんの。似すぎてたら消される。そうなの、うん、やばいやばい。ミッキーは2人もいらないよって言って。パラタタタタタタタ。はい、いかがでしたでしょうか。はい、高西屋はどんどん変わっていますね。ここら辺がもう賑やかになりすぎて、いや本当にマジで皆さんのおかげです。ありがとうございます。私たちが寂しい段ボール生活が抜け出せたのはね、はい、間違いなくリスナーさんのおかげでございます。感謝感謝、ありがとうございます。あ、はい、山賊仲間さんね、あ、失礼いたしました。ということでね、またいつか第3弾をやりたいと思います。はい、さて番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスは高西アットマークセカンドショット .jp です。各コーナーは番組ホームページにも掲載していますので、ぜひ確認してみてください。はい、この番組の警報台セカンドショットではチャンネル会員を募集中。いえいえい。会員になるとこの後23時からアップする番組のアフタートークや完全版アーカイブが見れちゃいます。コスパがいいと噂のセカンドショットチャンネル、よろしくお願いします。番組にプラスされる予算獲得に向けて番組ツイッターへのフォローお願いします。何笑ってんのよ。違う、なんかナチュラルにこうやってなんか肩こったってさやっちゃっててさ、映像映ってますよ。おじさんがさ、こうやってこうやってさ、ゴルフね、ゴルフ、あ、それなってるって思っちゃって今笑っちゃった。さらにセカンドショット通販では高西屋の各グッズを販売中、うん、番組支援の意味も含めてよろしくお願いします。あー、喋りたいのにもう終わんなきゃいけないんだって。あー、こっから20分ぐらい喋ったろうかな。足りない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 、後ろにこぼれちゃうからね。はい、ということで今回の高西屋ここまで。高橋みなみと大西沙織でした。バイバーイ。